はいどうも、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。今回はロボ妖怪メダルの特集です。ロボ妖怪といえば最初ロボニャンとゴルニャンしかいなかったんですが、 3DS 妖怪ウォッチ2が出てから6体もロボ妖怪追加されました。はい、ではまずロボニャンとゴルニャンから紹介します。ロボニャンもゴルニャンもメダルいくつかあるんですが、代表してこの2枚紹介します。とまずロボニャンは未来からやってきたジバニャンです。無限に体の中でチョコボを作ることができます。このメダルは妖怪ゲラポプラス付属のメダルです。0の2かな。はい、そしてゴルニャンはゴールドのロボニャンです。アニメにも早く出てきてほしいな。ちなみにこのメダルは妖怪メダル2章のメダルです。はい、次はロボ G とロボコマ。ロボ G は未来からやってきたヒモ G のロボット、ちょっとかっこよくなってる。でロボコマは未来からやってきたコマさんのロボットです。ん？風呂敷とかこの頭のところゴールドになってますね。でロボ G のメダルは妖怪メダルゼロ Z のキャンペーンメダルで、ロボコマは妖怪メダルゼロ古典のキャンペーンメダルです。じゃーん、次はロボ面剣とロボノコ。ロボ面剣は未来からやってきた人面剣のロボット、ちょっとかっこいいですよね。ロボ面剣もはや元の人間の面影がないですね。でロボノコは未来からやってきた土ノコのロボットです。でロボノコはなんとナノステルス技術で人間に見つかることなくなったらしいです。でロボ面剣のメダルが妖怪メダルゼロ Z セカンドのキャンペーンメダルで、ロボノコのメダルが妖怪メダルゼロ古典の2のキャンペーンメダル。はい、ロボ妖怪ラスト2体がこちら、ロボガッパとロボリュウくん。ロボガッパは未来から来たノガッパのロボットです。このロボガッパの頭の皿はチタン製になって決して割れることなくなったみたいです。ロボガッパゲームでは頭がぐるぐる回転するんでちょっと怖いホラーです。はい、そしてロボリュウくんは未来からやってきたリュウくんのロボットです。リュウくんは鼻から鼻水出てたんですけど、ロボリュウくんもなんか鼻から出てますね。なんか黒っぽいのが。オイルかな？やっぱオイルかな？ちなみにロボガッパのメダルが妖怪ウォッチ4巻の特装版の付属品で、ロボリュウくんが妖怪メダランドのキャンペーンメダルです。では、ロボ妖怪たちの音声聞いていきます。ん？ロボニャンボイスチェンジって言ったんかな今の。ロボニャン。次はゴルニャン。凍結召喚。声高めゴルニャン。ゴルニャン。続いてロボジー。なんかロボジーっていう映画はありましたよね。ロボジー。ロボジー。ロボジー。Next ロボコマ。すごい。妖怪ボイスめっちゃ喋ってた。ロボコマ。はい、次、ロボ面剣。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 はい、そしてロボの子。キューピーシャーキー。めっちゃ感情ない感じで言ってるな。次、ロボガッパ。召喚であります。ロボガッパなんすか、出番すか。ラストはロボリュウくん。ロボリュウくん、ドラゴンフォーム。ドラゴンフォーム、いいね。はい、ということで今回はロボ妖怪全8種の紹介でした。最後まで視聴ありがとうございました。